皆さんこんにちは。お元気でいらっしゃいますでしょうか。ベストでございます。ケンシンさんがね、覇王の行く続きをやってまいりたいと思います。年度変わりましたね。67年の1月になりまして、何しようって言ってたんだっけ。あ、そうだ、攻め込もうって言ってたんですよね。星名さんと、誰だっけ、ともしげさんだっけな。400引き連れて、こっちへ行っちゃおう。海浮城、はい。まあ応援が捉えればね、ラッキーなんで、400でいいね。サムタイム来てくれた。足が遅いね。あ、違う違う。二人するとかやと危ないわね。これは、ああ、三好さんね。で、こっちは分かんない。どれかが和田さん。あ、でも、まあまあ敷居高いですよね。足がある体の割には。
真ん中が。
かなりね近づけますね。あ、でもね、8000人残してんのか。あら、あそこ山高いんや。防御弾低いですよね。
8、7、まあ3人捉えたのはね、大きかったですね。政治69ありがたい。はい。あ、和田さんも政治68ね。ドメさんは戦闘向きやね。はい、では加賀。400超えるかっていうところですね。ああどうしようかな。影広さんでも訓練用意やねこれね。秋じゃないから農業やっちゃおう。であと宿屋さんとね、ああそうか、ここは保険からでしょ。ああ上がりが悪いな、どうしても。ああおぶさんな、もったいないねけどね、もうちょっと前面出したいけど治安がどうにもならんな。かないとね、あれですわ、厳しいんですわ。
ということで長野さんで銃使ってよいしょ、うん、であとは治安的とか勝頼さんとかね、勝頼さんをフルでやると2が上がる。で、北さんは10だけ使っていきましょう。ただ勝さんと行くとあれやからな、あ、せや、藤高さんと2人で行こうか。ああいや200円ちょっと待った待った、時間がやばいはい、ごめんなさい。で応援だけちょっと確認してね、どっから赤井さんでもええけど、日鉄さんもそろそろ、あでもまあ32か、ここ取っときたいね。まあこっち渡るのもいいんですけどね、届かんでしょ、うん、ということは、ここから届く城ここしかないんで、新高山城を抑えに行きましょうか。ということで、今回はここで終了したいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。